熊本県ペンネームタク二郎。去年のクリスマスこそは彼氏と過ごそうね。違う、来年のクリスマスこそ来年のクリスマスこそは彼氏と過ごそうねと言い続けてもう4年。毎年クリスマスは女友達とパーティーです。パーティーといっても、ただケーキを食べておしゃべりをするだけですけど、でも彼氏がいなくてもそれはそれなりに楽しいです。そして今年やっぱりクリスマス彼氏はいません。しかもクリスマスパーティーは、課外やバイトや、課外というのは課外授業ですね、バイトや、みかんちぎりの手伝い方でできなくなりました。おみかん畑があるんだ、超寂しいです。だからせめて福山さんに歌ってほしいです。リクエストする曲はジングルベルです。クリスマスと言ったらこの曲でしょう。ああ、いくつになったらサンタさんは現れてくれるのかな。PS、できるだけ楽しそうに歌ってください。バカ言ってんじゃないよ、お前。言われなくったって、お前、楽しそうに歌うよ、俺は。ねえ。というわけで今夜は明けて12月24日、そうクリスマスイブです。でそこで先週告知したようにですね、今夜は世界で一番早いクリスマスイブに聞きたい曲リクエストと題して、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、お隣のお客様に負けないように時間の許す限り、気の向く限り、今夜限り皆さんのリクエストに応えてですね、金ちゃんのドーンと歌ってみよう。違ううわ言わされちゃった、またこんなこと。というわけでどん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 歌っていきたいと思っておりますんでね、もうクリスマスでしょ、もうイブだもんね。まあイブ、クリス、メリークリスマスイブだよね。はい、じゃあ行ってみましょうね。福山雅治のオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオン、ブルボン、 BVD フジボー、東芝 EMI、 春日井製菓株式会社、 SNK、 大道ドリンコン、 ABEX トラックス、中央出版、ソニー、ファミリーマート、ポーパイ、オリーブ、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りします。はい、またかけちゃう、またかけちゃう、クリスマスだから。先週にかけたらね、これ評判が良かったです、ありがとうございます。評判悪かったらかかってないよね、絶対ね、今週はね。いやいやいや、というわけですね、福山雅治未発表の、未発表新曲発表しちゃってますけど、ここでは聞いてください皆さん、良いクリスマスになりますよ、ね、福山雅治でハートオブクリスマス。あれはナンバー鳥だ、UFO だ、いや違う、福山雅治のオールナイト日本だ。はい、今日はですね、世界で一番早いクリスマス、リクエストスタジオライブ歌スペシャル長いんだよタイトル、小原君、作家の小原君、短くしないと、ね、ハッピークリスマススペシャルですけどタイトル変わっとるやんけ。早速次のリクエストね、おはがき行ってみましょう。福岡県のですね、かずみちゃんですね。私のうちはラブホテルをやっていて、ほう、この業界もクリスマスといえば稼ぎ時。私は高校卒業以来、イブとイブイブはいつも仕事で、デートやパーティーなどしたことがありません。彼のいた頃なんかは客室の掃除をしながら、ほんの何分か前のベッドの上を想像して涙がこぼれたことが何度もあります
12月23日24日のラブホテルってすごいんですよ。だいたい8時頃になると一斉にお客さんがドワーッとやってきて、もう部屋の取り合い、みんな車止めて走ってくるんですよ。それでも昼からずっと入ってる人なんかもいて、すぐ満室になっちゃうんです。でも次から次へとカップルがやってきては、外に満室って出てるにもかかわらず、部屋空いてないですかって忙しいのにうるさいのなんので、あくまで待ってますって言って何組も順番待ちしてるんですよ。なんかすごいと思いませんか。この状態が夜中の2時頃まで続くんです。あー、ということでね、この子ね、電話番号ね、書いてあるんでね、ちょっと電話してみようよ、ちょっと。これいいですね、今も仕事中なのかな、じゃあ。あー、いいね。じゃあなんとかホテルですって出るのね。え、なんちゅうホテルなんだろう。まあホテル名は言わない方がいいよね、当然ね。あー、早く出てくれ。ありがとうございます。部屋空いてます？部屋ですか？いや、すいません。かずみちゃんですか？いや、違います。おお、違うじゃん。あ、すいません。私、福山雅治のオールナイトニッポンというものなんですけど。変わりますのでお待ちください。はい。お、違った。もしもし。部屋空いてます？いや、今のところは空いてないんですけど。どうもかずみちゃん、こんばんは。アンドメリークリスマス。メリークリスマス。今仕事中？一応休憩もらってラジオ聞いてたんですけど。ああ、そうか、かずみちゃん。どんな感じなの今日は？混んでる？あ、今日は混んでますね。やっぱり。ああ、そう。じゃあもうずっと満室状態が続いてるんだ。そうですね。もう土曜日からずっと。ああ、そうかそうか、3連休だもんね。今日が最後だよね。いや、明日が本番ですよ。あ、明日がやっぱ本番なんだ。そうです、明日がすごく忙しいんです。すごい、なんかもうその界隈変な匂いしない？え、大丈夫だよね。ほんと、掃除とかに行った？もういろんなとこ、いろんな部屋に掃除行った、なんか変わったのあった？変わったのは別にないけど、まあ、みんなケーキ食べてるかな。あ、ケーキの食いかすが残ってるんだ、やっぱり。大体みんな食べてる。一応ラブホテルにもケーキ持っていくんだみたいですね。ろうそくは？ろうそくも立ってる。ろうそくも立ってた？立ってる。まあ、ろうそくはいろいろ使い出があるからね。そういうのもある、そのろうそく、こいつらろうそくプレイしたなとか、そういうのある？なんか、私はよくわからないから、わかんないです。なんだって、かずみちゃん27歳なんだから正直に言ってよ。どんなカップルが多い？普通の若いカップル？不倫？大体普通、若いカップル。あ、本当、そうなんだ。かずみちゃんは自分の家の経営してるラブホテルは使ったことあるの？あ、家はないです。あ、やっぱり自分のホテル、自分の実家がラブホテルとはいえど、やっぱりラブホテル行くときはよそ行きたいと。いや、予想も行ったことないですね。そうなの？ええ、一応。そう、しかしすごいね。なんか、なんていうのかな、クリスマス、逆にかずみちゃんはみんなのための、こう、トナカイさんかサンタさんかっていう感じだよね。そうですよ。ねえ、かわいそうにな。楽しいです。ねえ。よし、じゃあそんな悲しいかずみちゃん、リクエストに答えようじゃないか。ああ、ありがとうございます。曲はティーボランの話したくはない。ティーボランの話したくはない。いいですね。分かった。この曲は何かエピソードがあるの？エピソードはないんだけど、なんかそれを歌われると、なんかいいかなと思って。ああ、それを歌われると。なんか私に言われてるみたいで。ああ、それはそうだよ。かずみちゃんに俺が歌うんだから。草刈正雄です。じゃあこのまま聞いてて。はい、よっしゃ。なんか電話をつないで、電話で歌って、テレクラにギター持って行って歌ってるみたいだな、なんかな。よっしゃ、行くぜ。一人きりの
はい、話したくはないでした。かずみちゃん、はい、聞いてる？あ、ありがとうございました。いやいや、とんでもないです。いや、本当にいいクリスマスプレゼントになりました。いやいやいや、これから僕のことを福山さんと呼んでくれるかな。呼びます。じゃあちょっと呼んでみて。福山サンタ。なんか王様とキャラが被りそうだからやめとくね。おっしゃ、じゃあ今度さ、ね、今度俺が福岡県のね、そのラブホテルにいたらタダにしてね。あ、ぜひ来てください。じゃあ和美さん一緒に入ろうね。頑張ります。頑張られちゃったよ。じゃあ頑張って、仕事頑張ってね。はい。いろいろむかすことも多いかと思うけど。はい。おいじゃあね、メリークリスマス。はい。というわけでですね、ラブホテルからのですね、電話がつながるというのも、この福山雅治のオールナイトニッポンならではですね、やはりね。で、ラブホテルに電話つないで生歌を歌うという、なんか非常に複雑な構成ではありますが、でも、伝わるんでしょう。よし、じゃあもう一本、電話行く。あ、いいね。あ、いいね、なんか電話をつなぐという。じゃあね、これね、ハガキ的にはね、話がちょっと面白かったんで、これも電話してみましょう。千葉県のピュアホワイトさんです。よし、電話してみよう。ね、どうなることなんでしょうかね。このハガキおかしいんだよ。ハガキの内容がね、彼女、この弟の話なんだよ、これな。もしもし、ピュアホワイトさんですか？はい、そうです。お、なんかさっきの人と声が似てるぞ。どうもどうも、こんばんは。こんばんは。アンドメリークリスマス。メリークリスマス。どうもどうも。福山サンタさんですか？あ、そうです。福山サンタだよ。すごく嬉しい。いやいや、僕もすっごく嬉しい。こんな面白いおはがき書いてくれて。めちゃめちゃいいネタじゃないですか。どうですか？俺さ、ちょっと話聞かせてよ。弟の話なんでしょ？そうです。うん。本当にあった話なんですけど。ね、弟が高校生の頃。はい。うん。大体今から6年ぐらい前なんですけど、ほうほう、クリスマスイブ直前にした、土曜日。ね、ネルトンベニクジラ団っていうありますよ、ね、やってましたよね、はいはいはい、それの高校生大会があったんですよ、うん、それで自分の手料理で、うん、なんか男の子にもてなそうっていうやつがあって、うん、それに私の弟が付き合ってた彼女がいきなり出てっていうか出場してしまったんですね。ちょっと待って、付き合ってたんですよ、彼女。付き合ってたんですね、そう、弟君は、にもかかわらずネルトンに出たんだ、女子高生大会に。そうですね、お突然だったんですよ。でちょうど家でみんなで見てて、目の前にえっていう感じで映ってて、あ、ご家族もその彼女の存在は知ってたんだ。え、もう2年ぐらい付き合って、弟の彼氏だって、あ、弟の彼女だっていうことも知ってたんだ。そうですね。それでまさか冗談でしょみたいな感じで、似てる人いるしねなんて言ってたけど、こう名前とかが出てしまって、あ、それ本名出てたの？そうですね。あ、じゃあもう明らかにその人だね。そうですよ。それで、とか言って、それで、なんか、でも、最後にくっついちゃったんですね。結局カップルになっちゃったんだ。カップルになっちゃったんですよ。くっついた男はどんな男だったの？男の人が、高校生大会だから多分高校生だったと思うんですけど、弟と比べてかっこよかったとか、そういうことが客観的に見てあったの？なんか、大騒ぎだったんですよ、その時も。まあ、それはだってね、驚くよね。弟とその彼女はうまくいってたの？そうですね、ずっと結構仲良くて、週末とかは家に遊びに来て、弟の部屋に2人でこもって出てこない状態みたいな感じだったんですよ。週末はやりまくり状態だったんだ。そうですね、きっとね。それで2人は結局どうなったんですか？当然のことながらやはり、まあカップルになって、まあ、これは冗談だよっていう感じでみんなで慰めて、まあ所詮テレビだからねっていうところで、そうですね、って言ってたんですけど、結局音沙汰もなくて、こちらから電話してもいるすっていうかいなくて、でやっと捕まったらやっぱりもうなんか冷めちゃったからみたいな冷めちゃったからじゃねえよな。ね、酒上がって、じゃあピュアホワイトさん一家はその彼女のことをめちゃめちゃ嫌ってるしムカついてますね。そうですね。いや、そうですよね。可愛い彼女だったんですけど、ね、結構ルックスもイケてる感じだったんで、すごい可愛かったですよ。ハーフっぽい感じ。なんだかな、大体そんなよ、こうちょっとぐらい可愛いからと思って男にチヤホヤされると思ってんじゃねえぞこの野郎ね。そうですね、たくで、まあ弟君は、でこのね事件があって、はい、
まあ、これちょっとハガキに戻らさせてもらいますけど、はい、本当に振られてしまいドドンと暗く落ち込んでしまったと。で、佐野元春さんのファンだった弟は自分の部屋に閉じこもり、この曲を何度も繰り返し聴いていました。あまり音楽を聴かない母もさすがにこの曲を覚えてしまったくらいよく口ずさんでしまっていましたと。で、弟くんは今彼女はいません。あ、そうなんですか。いませんですね。もう女嫌い、女嫌いになって。本当に女嫌いですね。じゃあもう毛包ちゃんですか。まあでも全然あれなんですよね。ということは純愛で未だになんか彼女のことを好きだったりするのかな。もしかしたらもうその話は禁句なんですよ。弟います。弟はちょっといないです、ね、あ、いないですか。もういたらもういろいろ話聞いた。そうですよね。いやいやいや、まあね。はい、じゃあ弟はで、もうピュアホワイトさんが一人暮らしをしてるんですか、じゃあ今は。そう、一人暮らしっていうか結婚しているんですけど。あ、これはこれは、はい、奥様でいらっしゃいましたか。はい、それはそれは。で、まあ弟のためにリクエスト曲、ガラスのジェネレーションということで、はい、弟君の下の名前だけでも、秀樹君、はい、ねえ、じゃあ秀樹君の秀樹君のためにまさにこの曲ぴったりですね、ガラスのジェネレーション。はい、じゃあ秀樹君のためにガラスのジェネレーション歌いますんで、じゃあこの曲歌ったよっていうことを秀樹君に電話で伝えてください。はい、わかりました、はい、じゃあまあそんなわけで、はい、はい、じゃあ旦那さんにもよろしくということで、はい、はい、それではメリークリスマスでした。失礼します。どうも。はい、じゃあ秀樹君、お前のために歌おうぜ。ワン、ツー、スリー、オー。ガラスのジェネレーション、さよならエボリューション、見せかけの恋ならいらない、 So one more kiss to me、 恋もしようぜ baby、 綺麗な恋は maybe、 本当のことを知りたいだけ、 So one moreさあ、今日はですね、世界で一番早いクリスマスイブスタジオライブリクエストスペシャルでございますけど、早速次のおはがき行ってみましょう。ね、これは千葉県のですね、茂原市のみっちゃんと呼んでさんからです。私が福ちゃんのファンになったのは、ある日主人が多分パチンコで取ってきたのであろうアルバムコーリングをプレゼントされてからです。いいなあ、パチンコ屋さんに並ぶようになったら一丁前なんだよ。その主人は現在1ヶ月の海外出張中で、ちょうど今日12月24日の早朝帰国予定です。おお、じゃあもうすぐ帰ってくるんだ。ですのでこの放送は成田へ迎えに行く車の中で、録音したテープで聞くことになると思います。なるほどなるほどね、今ずっと起きて録音してる状態だね。12月16日の7度目の結婚記念日は子供がないので寂しく一人で過ごしました。ああ、私のリクエストは、主人が出張する前に現地のスタッフと飲みに行ったら歌うぞとカラオケで何度も練習していた福山雅治のパーパーパーです。
うまく歌えたのかしら。ぜひお願いします。これ海外に行ってさ、現地のスタッフってどこなんだろうね。その現地がさ、現地によるよ、これは。この歌がいいかどうかはいいです。でも海外に行ってその現地のスタッフの前で僕の歌を歌ってくれるなんて、もうこれはもう妙利に尽きるじゃないですかね。じゃあみっちゃん、俺ちょっと今から歌うから、これ旦那さんにさ、これこれこれっつって、こう結婚記念日もあるしさ、クリスマスだし、聞かせてあげてくださいよ。じゃあ明日行くぞ。じゃあ福山雅治でパパパー。もしかしたら今スタジオライブリクエストはですねとりあえずここで一旦休憩して、この後 CM の後はですね、いよいよですね、黒雪姫プリクライで報告があります。これがですね、なかなかだったらしいですよね。え、私もちょっと楽しみにしてるんですけど、CM の後もですね、福山さんのオールナイトニッポンはまだまだ続きます。 CM の後は黒雪姫プリクライブ報告です。お楽しみに。持ち歌はたったの2曲。人前で歌ったことのなければ人前に出せるような礼儀も持ち合わせぬ黒雪姫。誰もがやっぱりやめようと思う中、
15時30分運命の幕はこの一言によって開かれた。長らくお待たせいたしました。それでは黒雪姫の登場です。拍手です。歓声で迎えられ、超ミニスカートのサンタクロースの衣装でステージという名のテーブルに上がった黒雪姫は、子供から小ギャルのパパ志望の親父、世代の違いに失禁するおばさん、そして文化の違いをまざまざと見せつけられた外国人までというバラエティに富んだ100名の観客の前で歌い、ちょべりぐった。ここでアンコールの嵐。しかし持ち歌は2曲全て披露した。さあどうする黒雪姫。じゃあやっぱりお父さんが言ってない。うん、お父さんどっちがいい？はやぶさ。はやぶさ。はやぶさ。ちょっと歌うよ。片道切符5円です。じゃあはやぶさ。歌います。すごいね、うまかったよね。あ、最高でした。なんかとっても可愛らしくてね、もうびっくりしちゃって、本当に。なんか返さなくもったいないですよね。あ、
面白かった。ギターがすごく上手だったんで、それがすごく感動しました。いいじゃないですか、なんか心温まるフォークとギャルシンガーねえ。黒雪姫のゆき子とゆき子は今夜二人一緒にいるということなんで、電話がつながっていると。ああ、呼び出してみましょう。もしもし。もしもし。いやいや、お疲れ様でしたね。お疲れ様。ねえ、もう黒雪姫じゃないんだよな。そうだよ。そうだよじゃないよ。そうです。あ、昨日解散したんだ。そう、昨日解散したからもうただのゆき子とよう子なんだよ。そうだよ。だからそうだよじゃねえんだ。そうです、そうです、そうそうそう。今日は何してるの。今日は何だと思う。打ち上げだよ、打ち上げ。打ち上げだよじゃない、打ち上げです。乾杯。ダメだ。お前ら酒は飲むなよ、酒飲むなよ、放送上で言うなよ、言うなよ。今日は昨日どうだった。まあ面白かったよね。まあなあ、だってお前、うん、今時あれだよ、あの新人がデビューポンとしても100人も集まんないんだよ。だって帰りがどうしたんだよ。来てた来てた、うん、あのね、帰りになんか「センキュー」って言ったら日本語しか喋れませんって言われたそれはまあ日本に生まれた先から住んでるからだろう多分なあ。まあ今日っていうか昨日で解散だったわけなんだけど、あのユキコとヨウコにとっての黒雪姫というのは一体何だったんですか。まずユキコから。ユキコから。黒雪姫？何だったんだユキコにとって黒雪姫っていうのは。黒雪姫はチョベリブ対象もんだよね。やっぱり。チョベリブ？チョベリブ？あ？チョベリグ？チョベリグ、チョベリグ。あ、チョベリグ、ね。チョベリグ対象もの。うん、あ、じゃあヨウコちゃんは？青春の一ページです。さすがにやっぱり歌詞を書く人間のフレーズだな。ユキコの場合はもうそのままだな。え？いやいやいや。じゃあね、まああのもうお別れなんだよ、君たちはこの番組とも。うん。うん、でしかも俺とももう二度と会うことはないんだよ。まあ俺も全然会いたくないし。会いたい。でも一番会いたくなくない？会いたくないよ。だろ？な？だから。まあでも本当割と長い間だったよね、なんだかんだもね、うん、まあ長い間いろいろサンキューね、ありがとうございました。初めて言ったね、ありがとう。どちらに一応だって放送上だから俺もいいやつに思われたいしさ放送じゃないと言わないんだね。言わない、当たり前じゃねえか。なんでお前らに言わなきゃいけねえんだよ。待ってね、ガキの喧嘩みたいになってきちゃった。ああ、分かった分かった。いや、偉い偉い、本当に偉いな。本当に偉いって思ってる。いや思ってないよ、この人。うん、いや、思ってる、思ってるね、思ってないんだけど。じゃあ、じゃあさ、一応、二人から最後の挨拶をしてください。あの、リスナーの皆さんに。うん？最後の挨拶。うん。とりあえず、昨日来てくれたのはすごい嬉しかったよね。うん。今日、花束とかもらったし、びっくりした。嬉しかった。すごいですね。そうかそうか、うん、まあ本人たちも楽しめたわけだな、それは。うん、うん、まあよかったよかった。もう本当にたくさんの人来てくれて、改めてじゃあ来てくれた皆さんにお礼の言葉を、言ってください。ありがとうございました。そう、ありがとう、ありがとうございました。うん、まさに2人がね、関係、2人の関係というか2人のキャラクターが現れた挨拶でございましたが、ああまあ本当ありがとうな、黒雪姫。うん、うん、うんじゃないですか。はい、ね、はい、はい、まあこれからは普通のコギャルに戻るということで。そうですよ、うん、ね、でも一言だけ最後に言っといていい。言わなくていいよ。ライブ中に援助の人を求めんな。誰言ったの。ああまあまあ本当お疲れね。うん、ありがとうございました。お疲れ。番組の皆さんもですね、ちょっと泣いてます、うちのスタッフ。嘘言わないでよ。いやいや、ほんとほんとほんと、純くんが。純くん、AD で、AD でいろいろやってくれた純くんで、メガネが。忘年会でしょ。そう、泣いてるよ、純くん。なぁ。いやいや、じゃあ、そんなわけで、さよなら、黒雪姫。バイバイ。バイバイかい。はい。
というわけでですね、黒雪姫でした、ありがとうございました、黒雪姫のお二人で、まあいつかこの二人が本当に遠慮なく生きていけることを願いたいと思っております。コギャルフォークシンガーはこれにて終了。 Let's spend the night away。スタジオライブリクエストスペシャル復活したぜ。スタジオライブリクエストスペシャル、おはがき紹介しましょう。宮崎県ゆうこちゃん、今年のクリスマスは生まれて初めて大好きな人と過ごします。おお。と言っても24日は彼の方が仕事なので少ししか会えないけど、それでもすごく嬉しいです。今彼のために手編みのセーターを編んでいます。生まれて初めてする編み物なのですごく時間がかかります。多分23日の日は徹夜で編まなければいけないかも。でもマシャのトークと歌声を聞きながら一生懸命編みます。こんな私のために恋人がサンタクロースを歌ってください、お願いします。 OK。 この曲はあのリクエスト結構多かったですね、まあ、ユーミンがこの歌を歌ったから彼氏が恋人がサンタクロースになってしまったんですよ。本当にそれまでお父さんだったんですからサンタクロースは、ユーミンも恐るべし。じゃあ聞いてみましょう、恋人がサンタクロース。昔隣のおしゃれなお姉クリスマスの日私に言った今夜8時になればサンタが家にやってくる。違うよそれは絵本だけの私にウィンクして、でもね大人になればあなたもわかる。そのうちに恋人がサンタクロース、本当はサンタクロース、スタジオライブスペシャルはですね以上です。はい、おお今ってのが聞こえて聞こえてんのか本当に以上ですが、もっと歌ってほしいということはですね、アンコールと書いて、送ってきてください催促してるじゃん結局。受付ファックス番号は東京 03-3211-0707 東京 03-3211-0707 です。
アンコールが多い場合は答えたいと思います。催促してるもん、ただ単に。深夜ですのでおかけ間違いないように、東京0332110707、東京0332110707、アンコールとだけ書いてきてくれればいいです。あのアンコールお待ちしてます。超なぞなぞ頂上対決。北欧の小さな国ハテナ、その国の王クエスチョン3世は全国のなぞなぞナイトを戦わせ、勝ち抜いた強者に王位を渡そうと、ここに最後の戦いの鐘を鳴らすのだった。メリークリスマス。私がクエスチョン3世です。皆の者、ここはどこだかわかるか。そうじゃそうじゃ、ここがハテナじゃ。ろうそくが焚いてある。青いのと緑色の、おお、村の若者が出てきた。音楽が鳴り始めた。踊り出した。どこにあるのかと。有楽町じゃ。いやいやいや、まあ種明かしをすれば、ハテナ、ハテナはみんなの心の中にあるのじゃ。ブーイングが、ブーイングが聞こえてきた。やっつけではない。我々もいろいろ考えた。でもみんなの心の中にあるのが本当のハテナだということだったんだ。さて、なぜ我が輩がハテナから放送しているかというと、今夜が超謎謎をいよいよ頂上決戦最終回じゃ。それはまさしく我が輩の後継者となる王位継承をかけた勝負を意味する。早速、総勢2万人の謎謎ナイトたちの中から、この頂上対決に上り詰めてきた勇猛果敢なる謎謎ナイトの2人に登場してもらおう。まずはあの山下久美子姫に勝ち、見事ハテナへの切符を手にした札幌のテルミーじゃ。もしもメリークリスマス、特急の使用様。メリークリスマス、テルミー。はい、西村智美の真似は上達したか。まだ似てませんか。今やっていたのか。はい、またわからなかった。すみません。でもテルミは可愛いから許すぞ。ありがとうございます、うん、王様。どうじゃハテナを訪れた感想は。お招きありがとうございます。おお、音楽が聞こえてきた。はい、若者が踊り始めた。いやいや、ああもうハテナのハテナ名物なぞなぞ餅は食べたか。はい、いただきました。もう味はどうじゃった。大変おいしゅうございました。さすがテルミーじゃ。わかってるな、放送というものが。おお、音楽が聞こえてきた。若者が集まってきた。踊り始めた。久米明です。では早速早押しの鳴り物を聞かせてもらおう。はい、天童こけし五郎です。電動こけし五郎は本当に電動こけしとしても使っているのか。それはご想像にお任せします。ご想像にお任せすること ということは俺の想像通りということでいいんだな。さようでございます。想像した。じゃあ対戦相手を紹介するのでそのまま待っていてくれ。はい、対するはすっかり忘れ去られた無敗の王者、帝王だな。すでに伝説ともなっている広島の北郎、40歳じゃ。もしもご機嫌うわすよ様。北郎会いたかった。会いたかった。
でございます今まで何をしておったんじゃ来たろう。あ、墓場で運動会です。何運動会。太郎の墓場で運動会。うわぁ寒ーいやいや、念願のハテナへ来た感想はどうじゃ。寒ーございます面白い。やっぱり来たろ、面白い。ハテナの若い娘たちはどうじゃ、一人土産に持って帰ってもよいと。5、6人ほど欲しいですあ、まあいいだろう、持って帰ってくれ。では早速早押しの鳴り物を。ワクワク消防隊。うわ懐かしい。いきます。うむうむ。それ、ああ、それだろう、ワクワク消防隊は。すいません。何一人で間違って受けてるの。親父だな、もう来たろよし、それじゃあ二人とも行くぞ。はい。出題は無制限じゃ。今回は特別に三問先取でウィーナーとなる。よいか、三問じゃ。すなわちクエスチョン 3.5 星となる。なんでまあいいだろう。まずは第一問。ああ、ラジオネーム鹿児島県は福ちゃんと同級生が考えてくれた問題じゃ。問題、ある俳優さんが証券会社を設定にしたドラマの撮影をしています。さて誰がどんな役柄を演じているのでしょうか。芸能人の方。あ、今プー、どっちに早かったの。ワクワク消防隊、あ、来たろ。萩原健一。そう、萩原健一がどんな役柄を演じているのか。これはもう来たろ、強いな。証券会社。お、証券会社じゃ。シンキングタイム。テルミ鳴った？あ、テルミ。はい。テルミも一応答えてください。証券マンじゃないんですか。違う。シンキングタイム。ある俳優さんが証券会社を設定にしたドラマの撮影をしています。さて誰がどんな役柄を演じているんでしょうか。これそのままだろう。まあこれをそのまま、証券会社というのをそのまま考えればいいんじゃ。ああ、今言ってるもん、もう言ってる。あ、ワクワク仕事来たろ。証券株違う。あ、テルミ。証券がお医者さん。そう、正解。おお、ハテナに集まったみんなも拍手をしておる。ありがとうございます。要するに証券会社ということで、証券が医者ということじゃ。何か言ってる。よし、笑ってる余裕だ。それでは第2問。神戸市灘区の第5隊員が考えてくれた問題じゃ。友人の葬式であるタレントが泣いていると、友人は泣いていなくて、そのタレントが友人に友達だから泣けと言いました。そのタレントは誰だろう。友人の葬式であるタレントが泣いていたんですね。あるタレントが。で、その友人は泣いてなくて、そのタレントの人がその友人に、友達だからお前泣けと言ったんですよ。要するに、友達だから泣けよと言ったタレントさんの名前ということです。まあ、これはダジャレですね。Thinking time。これ難しいな。グループでも、それでも分かんないな。要するに、涙を流せ友やの、もう答え言っちゃいましたね今ね。これは来たのはきついかな。まあ、若者のグループの中にいる人だからな。
うちの番組をゲストで来てくれたことがある。はい、グループ名ですか？いや、あの個人名でいい。今王様が、俺もう今行っちゃったもんな。一応テルミーが、テルミー永瀬智也北郎、北郎、はい、永瀬智也っていうのか知っているのか、北郎は。いやいや、全然知らない。だよな。まあ、これはまあ、ちょっとあれだな。よし、じゃあ、これわかんないだろう。第3問。これいこうよ。これ。新潟県ラジオネームカッチーが考えてくれた問題。スーパーにいる人はスーパーマン、トラを売っている人はウルトラマン。では歌が上手な人はシンキングタイム。スーパーにいる人はスーパーマン、トラを売っている人はウルトラマン。では歌が上手な人は、お、来たろう。ミュージックマン。面白いし、間違っている。でもミュージックマンっていうアンプのメーカーがあるんだよ、ギターアンプの。でもそういう発想、そういう発想。これ北郎得意そうだな。これ歌が上手な人をそのまま言えばいいんだもん。歌が必要な、お、北郎。スイングマン。歌が、もうそうそう、何々マンなの。うん、歌が上手い人が出る大会とかあるよね。うん、もうこれはもうすごい。あ、来たろ。すごいと、テレビは協力している。そう。歌が上手い人は、のど自慢。これもう、親父ギャグだもん、だって。完璧に。2対1だな。テレビリードだ。ああおよし。次。これいこう。これ難しいな。埼玉県、ロッドマン内田。第3問。失礼。あ、第4問だ。失礼。タモリさんが、あの芸能人のタモリね。タモリさんが公園で、全裸にコート1枚の服装で、通りかかる女の人に下半身を見せながら何か言っています。何と言っているのでしょうか。まあ要するに、あの変態さんみたいにこうやってパッとこう見せたりしてるわけですね。それなんて言ってるでしょうか。シンキングタイム。これはね、タモリさんが毎日テレビでやってる番組の中で言っている言葉ですね。必ず言うセリフです。これはタモリさんが公演で、お、テルミ、え、また見てくれるかな。うわ、正解。正解だ。正解は、すなわちタモリさんが公園で全裸でコート1枚羽織って「どれ?」っていうふうに見せてるときに、明日もまた股間ですね、見てくれるかなと問いかけているという。ああ、北郎分かったかな。いや、分からなかったですね。というわけで、王位継承者は札幌テルミーに決定した。おめでとう。ありがとうございます、王様。いや、ちょっと待ってくれ。まず北郎に聞いてみよう。北郎。はい。というわけで、王位を継承することはできなかったのだが、会社とかで謎々とかを出したりしていてくれたのかな。いや、全然その話はしてないんですよ。あ、全然してないんですか。ああ、でももうね、40歳になった北郎は、27歳の嫁さんと、若嫁さん、若奥様と、今日はもうクリスマスを過ごしてるわけですよね。まあ、そうですね。なんか、クリスマスプレゼントとかしたんですか。いや、何もしてないんですよ。余裕ですね。やっぱりなんかしとかなきゃまずいんじゃないですか。優勝プレゼントを今日この王位をかけて。ああ、優勝プレゼントしようとしていたと。すいません。まあ、それもしょうがないです。
じゃあまあ明日なんか買い物しに行って高いもんでも買ってあげてください。そうですね。はい。はい。じゃあ、 奥様と息子さんによろしくお伝えください。はい、メリークリスマスでした。はい、どうも。おもろです。いやいやいや、じゃあテルミに聞いてみよう。テルミ。はい。おめでとう。ありがとうございます。これからは君がなぞなぞ王者。はい。それでは見事優勝したテルミに王位を継承する。認定証を渡すので両手を差し出しなさい。はい。札幌のテルミ、そなたをクエスチョン 3.5 星に任命する。いかどうも。どこにイカがイカがあるんだよ。1996年12月24日、王様より。以上、ありがとうございます。というわけで、次からハガキを出すときは、はい、クエスチョン三世五世というふうな名前で出してくれ。あ、よろしいでしょうか。うん、よろしいぞ。わかりました。うん、それからみんなにあのクエスチョン三点五世と呼んでもらうようにしてくれ。それではおめでとうのベーゼを最後に。あ、ありがとうございます。どこが良いかな、ベーゼは。やはり。うん、唇か。もうもう、それではお口をパカーンと開けてくれ。開けなくていい。それでは行くぞ。おめでとう、テルミ。ありがとうございます。クエスチョン3世5世を 3.5 世をこれから名乗って生きていってくれ。はい。それではまた会う日まで、はい、ごきげんよう。ごきげんよう、王様。うむ。以上をもって超なぞなぞを全ての活動を封印する。我がクエスチョン3世はまあ多分温泉にでも行くのだろう。どこかで会うことがあったら、その時は王様と大きな声で呼んでほしい。それではまた会う日まで、ごきげんよう。はい、さっき受け付けたアンコールファックス、まああの来てますけど、ちょっと足りないですね。これまあ少ないですね。でもアンコールとしか書いてないファックスがいっぱい来てるのは笑えますね、なんかね。アンコールファックスまだまだ足りません。お待ちしてます。受付ファックス番号、東京0332110707、東京0332110707です。受け付けてる間にですね、ちょっとあの放送上ね、かけなきゃいけない曲っていうのがあるんですよね。それ3曲ほど聴いてもらいましょうね。まずは1曲目、最近アルバムリリースしましたね。かっこいいですよね、最近このバンドはね。ハイローズでロッキンチェア。この間ですね、セックスピストルズのですね復活ライブを見に行った時に、前座がですねハイローズだったんですよ。その時にこの曲やってましたけど、僕の感想言わせてもらえばピストルズよりもかっこよかったです。いやいや、現役感ってのはそういうもんですよね。やっぱりお送りしたナンバーはですね、ハイローズロッキンチェアでした。おっしゃ、変わってるナンバーはですね、これもうかけなきゃいけないんですよ。変わってるナンバーはコークベリーでオールマイラー。なんとですね、曲出しをする AD のジュン君がですね、曲を間違えました。イントロが10秒ですってこう言われて、バーンと紹介したらですね、いつまで経っても始まらないんで、何かなと思ったら曲間違えました。はい、というわけでですね、この曲は、コークベリーのオーマイライフはですね、後でかけるとしてですね、私も最近気に入ってる次のバンドの曲を紹介しましょう。かっこいいっすよ。リーフで、Place Your Hand! OK、わかった、みんなの気持ちは。有楽町の暑い夜はまだまだ終わらないぜ。クミちゃんから届いてますね。風邪で39度も熱があるのに必死で聞いてます。もっとやってください。同情を引くね、同情を引く。まあね、あのアンコールと続きでずっと流れてくると、本当にアンコールアンコールでこう髪が切れないでつながってくるからさ、こう聞こえてくるんで。サンキューみんな。京都市のチェンのリクエストです。私は京都に住む女子大生です。今私が付き合っている彼とは去年の11月からのお付き合いです。でも去年も今年も私は彼とクリスマスを過ごすことができません。私の彼はスキー部に所属していて、冬の間は合宿で11月12月1月2月3月と離れ離れなのです。去年は付き合ったばかりで離れてしまったので、悲しくて寂しくて仕方がありませんでした。私は福山さんの大ファンなのですが、そのことが気に入らないらしく。
すみませんね。彼は福山さんの歌を一度も歌ってくれたことがありませんでした。福蔵の歌を福蔵って言うな。福蔵の歌を歌ったら、俺は福蔵に負けたことになるとか言ってます。わかるな。でもこういう気持ち。でも離れ離れになって私が沈んでいると電話の向こうからねえ不思議だよといつも部屋で聞いていたメッセージを歌ってくれたんです。今年もこの長い冬のを乗り越えられるように福山さんにメッセージを歌ってほしいんです。よろしくお願いします。 OK。 俺はもう君のためには全然歌うことはねやぶさかではないけど、やっぱりそれは彼氏に歌ってもらった方がいいだろうな。また福蔵とか言われちゃうんだよ、ね、じゃあチェンのリクエストでメッセージ。この暑い夜はまだまだ終わらないぜ。次のリクエスト、鹿児島県鹿児島市のですね、この名前はいいのか、あ、渡る21歳学生。俺は2年間付き合っていた彼女がいました。
半年前俺の方から別れ話を持ち出して別れてしまったけど、どうしても忘れられなくて彼女に手紙を16日に出しました。彼女が戻ってくる可能性は低いけれど、ここで諦めたらなんであの時もっと頑張らなかったんだろうって後悔する。男なら別れた女なんてきっぱりと諦めろって思うかもしれないが、俺が初めて付き合った彼女へのたった一つの愛を思い続けてもいいんじゃないかと思う。九州男児って結構純なんだよね。リクエストはカイバンドのアンナをお願いします。クリスマスキャンドルの火は揺れているかい、お前の愛の火はまだ燃えているかい。この歌詞を彼女への最後の手紙に書きました。もう福山さんの甘い美声でもう一度二人の愛の火を灯してください。君は詩人だね、随分でもそれだったら甲斐さんの歌詞使わないで自分の詩書きゃいいなんですよねまあよかろう、渡る君、君のリクエストお答えしよう。アンナアンナ、お前の愛の火はまだ燃えているかい。俺のスタジオライブリクエストのコーナーです。阪神大震災からもうすぐ丸2年になりますが、あの時のことを考えながら、被災地へ向けて
僕が自分の曲を歌っているコーナーです。おはがき紹介しましょう。ラジオネーム空き缶ですね。仙台市の寄進です。僕は阪神大震災で祖父母が被害を受けました。その次の日曜日、震災から1週間経つ前に僕は父と祖父母の家へ応援物資を届けに行きました。夜行バスで神戸を目指した僕の手にはカメラがあって、心はハイキングに行くかのようにウキウキしていました。今から思えばものすごく自分が情けないなと思っているのですが、その時は全然その張り切っている心に気づかずに神戸を目指していたのです。結局仙台に戻ってきた僕のフィルムには、何一つ神戸を映しているものはありませんでした。バスの中の気持ちに、神戸の街に、実際に立って初めて自分がことの重大さを勘違いしていることに気がついたんです。今僕の足元のすぐ数メートル先のところで何人もの犠牲者が出ている。またすぐ隣にある家は全壊し、道は塞がれている状況の中で自分は何をやろうとしていたのか。テレビなどで神戸を訪れた親子が笑いながら写真を撮っていたというニュースを聞くたびに、自分も似たようなことをしようとしていたんだという罪悪感を持ちました。リクエスト曲は Hold on me でお願いしますと。まあ、もう一度彼はね、神戸に行こうと思っていて、それはまだ怖くて行けてないという秋ですが、そうかそうか。まあじゃあちょっとそういうふうにね、改めて本当に大事なことに気づいたんだから、それはそれでまあいいとして、もう一回足を運んでみてくださいよね。じゃあ、リクエスト Hold on me。ですね、まあ今年ももう終わりということで、まあ今日はクリスマススペシャルでね、歌をお届けしてきたわけなんですけど、今年1年もう「オールナイトニッポン」は今年の放送これが最後だよね。俺もう一回はないんだよね。というわけでまた来年ってことになるんだけど、今まであまりちゃんと話ができずにずっと黙っていたことがあるんですけど、実はですね、
もう第5回になるこの福山雅治のオールナイトニッポン月曜に移ってから、ずっと、担当してくれていたディレクターの節丸氏がですね、今日が最後なんですよね。2年間ですか、丸2年ちょっとで、まあいろいろいろんなコーナーをやってきて、非常に楽しくやってこれたんですけど、ちょっとまあ都合により、一身上の都合により今日が実は最後なんですよ。本当にお疲れ様でした。リスナーの皆さんからもね、リスナーのみんなの間でも有名ですからね、瀬戸丸さんはハワイから電話してきてるという感じでですね、まあ今日はスタジオライブリクエストスペシャルをやってきたんですけど、まあやはり瀬戸丸氏が最後ということで、まあダマ店なんですけど、本当は瀬戸丸にはこのコーナーをやるっていう話は全然してなかったんですけどやっぱり番組のね、一緒にやってきてくれた戦友としてですね、最後に僕の方からですね、歌を節丸氏に聴いていただきたいなと思いますね。ロスでロサンゼルスの方で節丸氏が来てくれた時にプールサイドでやった曲で、なんかこの曲が随分と印象に残っているという話だったんで、この曲をじゃあ一発いってみたいと思いますね。いきますね。よいしょ。じゃあ節丸氏のなんか、節丸氏の明日へ お疲れ様でした、節丸さん。ね、また帰ってくることを祈って待ってます。福山雅治のオールナイトニッポン。この番組はブルボン、ポッカコーポレーション、ナジック学生情報センター、ワニマガジン社、ロッテ、白泉社、日本通運、クモン出版、MCA ビクター、NTT、NEC、TB パニック。以上各社の協賛で東京有楽町日本放送をキーステーションに全国34局ネットでお送りしました。
まあこの後の3時からの園田君のオールナイトニッポンもですね、今日で最終回ということで、なんかね、それじゃあ俺が一人取り残されたみたいじゃん。お、節丸になんとケーキと花束が用意されてるじゃないか。イエーイ、お疲れ節丸。今この状況がね、放送では聞けないのが残念ですけど、大きな真っ白いケーキにロウソクがたくさん乗って、そして花束もですねちゃんと届いております。いやー、お疲れ、臨機応変だね。はい、まあ福山はですね、まあ私事ですが、もう長く話す時間がないんであれですけど、来年はやるぞこれだけしか、これだけかい、今年最後やるぞー。デスマルお疲れ、アンドリスナーの皆さん、メリークリスマスアンドハッピーニューイヤーです。園田君も最終回なんで、聞けるところは最後まで聞いてあげてください。それじゃあまた来年まで、来年また会おう。それじゃあみんな来年までメリークリスマスアンドハッピーニューイヤー。バイバイ。